ゆうたです。みやです。お願いします。僕たち2人はミニザル FC を改めポンテで活動していきたいと思います。はい。お願いします。ポンテです。で、まあショート動画の方でも改名の名前の方は変えさせていただいてるんですけども、じゃあポンテの名前の由来をみやくんお願いします。はい。ポンテっていうのはイタリア語で手端っていう意味になってまして、僕たちがこれから大事にしていきたい人と人とをつなぐ僕たちがその架け橋になるっていうので今回ポンテっていう名前を付けました。じゃあ今後僕たち2人がやっていきたいこととしてはまず第一に、まあ、選手として結果を残す、はい、まあ、チームを今僕たちは広島 F2 ってところに所属してるんですけども1部リーグに昇格させるというところ、はい、まずはまあ第一にはなってくるんですけども、まあ、それに加えて F リーグの価値を高めていきたいというかポンテっていう、まあ、由来のところにもマッチするように、まあ、他のチームともしよかったら協力していろいろ盛り上げていきたいなっていうのがありまして、まあコラボでさせてもらったりだったりとか、まあ、動画を一緒に撮らせてもらったりとかをもしできていけたらなと思っているんで、まあ、全国回っていくのが僕たちの理想ではやりたいことではやりたいことではあるんで、まあ、それが現実的になるかどうかは、まあ、リーグの兼ね合いとか、はい、そんなのはいろいろあると思うんですけど、まず F リーグにはもっともっといろんな選手がいるんだよっていうのを一つのメディアじゃないけど、はい、その代わりになっていけたらなという思いを持ってます。僕たちが所属している広島 F2 もすごく魅力的なチームで応援してもらってる方もたくさんいらっしゃるんですけど、各地方の各リーグで各チームできっと応援してくれてる方がたくさんいて、なんかその人たちともう少しこうね一緒にフットサルを盛り上げようっていうので今後やっていきたいと思うので伝えます。このフットサルの凄さ、面白さ、魅力、選挙出るんだ選挙の人みたいになってたけど3つ目じゃないけど、まあそれに付随して、まあ、もちろん広島 F2 の、はい、まあ、観客動員数じゃないですけど、はい、まあ、F2 の他の選手にも、はい、バン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 出てもらいたいなっていうのは、まあ、これはもうキャプテン命令として、はい、権力を権力にふるいにかけて出ろとこのポンテのデコダに出ろとまあまあそうじゃないけど、なんかもっと僕たちこういうことやってますとかいろんな選手もっと見てほしい選手たくさんいるんで、そうですね、あとこういうチームですっていうのをアピールしていきます。まあ、せっかくね、まあ、チームこうやって YouTube を撮らせてもらってる許可っていうのは、うん、なかなか折れるもんじゃないのに、まあ、そういうのもやらせてもらってるんで、まあ、そこに感謝の、ね、意を持って、はい、しっかりしっかり、まあ、チームに、はい、何か恩返しじゃないけど僕たちなりに、はい、そうですね、そういう風にしていけたらなと思うので、まあ、他の広島 F2 の選手もぜひ皆さんバンバン出てくるんで好きになって、いやもう本当に応援してください。おもろい選手たくさんいます。まあ、ということで、まあ、今まで通り、まあ、今まで以上やな、今まで以上に、まあ、ショート動画であったり今までのこういう日常を上げた動画であったりも上げていくんで、はい、プラスアルファ先ほど言ったまあ、3つの思いっていうのをやっていきながらもっともっと他にもやったりしていくんじゃないかな。やりたいことっていうのは僕たちの中でいっぱいあるんで、そうなんです。まあ、その都度動画で、はい、まあ、思いを語っていけたりとか、まあ、ライブしたりとか、はい、していけたらなと思うんで、まあ、僕たちの今後の活動をぜひ応援していただけたらと思います。広島から盛り上げるよ。でもポスターできんねん、それでこれだけで森脇健児とか書いてある、そんなやる気元気勇気せっかくしまると思ったのに、まあ同い年で2人で、まあ、仲良くやっていきながら楽しんで、はい、まあ、大前提楽しむってことは忘れずにやっていきましょう。これからのポンテの活動よろしくお願いします。お願いします。